ホタルの光、窓の雪、ビッグディアスにはロベルトが乗る。クワトロ。もうクワトロは泣いたって帰ってこない。クワトロはもう泣いたって帰ってこないんです。これハイパーメガ粒子号を強くしてみようか。ダメ？つかメインメガ粒子号の威力よ。宇宙へ。3500って、おい。おい。おい。チャクラムシューターの威力とか2200。ガンダムマーク2の一番強いのが2100とかの世界で。と、まあ、素人さんだったらここで考えるところだろう。しかし、俺は違う。それはない。それはない。大事な機体をちゃんと守っていく。大事な機体っていうか大事なそのパイロットちゃんと守っていかないと。あれ、いつの間にはアポジモーターが入ってるな。じゃあガンダムマーク2につけようか。あれ、いつの間にアポジモーター獲得したんだ。よく覚えてないぞ。じゃあいきます。クワトロのいないスパロボをやっていきます。クワトロのいないスパロボなんてネギの入ってないラーメンみたいなもんだ。まあ、なくてもあっても、まあ、そんなにって感じがするか。ええ、ガンダムマーク2を我々に奪われたにもかかわらず、彼らは何の行動も起こしていません。おそらく。別の目的、構ってる余裕がないと。軍備強化の強引な手段で進めているのは、ブライト中佐。いきなりさ、そのさ、ある程度中佐だったらさ、中佐ってすごいよな。大佐、大将、中佐、大尉、まあ。え、クワトロでも大尉だろ？それよりも中佐だもんな。相当上の階級だよな。言ってみりゃ。野球で例えたらどうなんだろう。中佐と大尉の違いって、どれくらいのもんだろうな。クワトロがローテーションの6番、谷間のピッチャーだとしたら、ブライトが3番手ピッチャーぐらい。年俸はどれぐらい違うだろうな。だいぶ違うよな。外野で例えたら、ブライトがライト7番ぐらいだとしたら、クワトロが、そうだな、クワトロが、ダイソーぐらいかな。ダイソー。タイってダイソーぐらいじゃない？感じとしては。勝利ぐらいでやっとあの1軍レベル。それ以下になってくると2軍レベルって感じかな。ああ、でもそうか。ダイソーだったらまだそうか。ダイソーおよび守備固めおよび代打って感じでいいか。タイは。話全然追ってないぞ。大丈夫か？なんか補給を受けた。誰危惧なんて。私はクワトロ隊だ。誰あなた。グラナダの歌が、グラナダの歌が聞こえる。え？今思い出そうと、必死に思い出そうとしてるけど、グラナダのところが出てこない。コルトは俺のパスポート黒くて、なんたらパスポート。ってやつ。アンダルシアに憧れて、バラをくわえて踊ってる。グラナナ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 って。まあいいえ、まあいい、まあいい。デラーズフリートも置いてってさ。暗証注意、イバラの園のエギーユデラーズもか。その辺さ、クワトロがなんか一声言ったらさ、止まるんじゃね？そうでもないの。シーマガラハンも中佐なんだね。クワトロがタイなのに？クワトロってタイだっけ？クワトロ大佐？え？え？よく覚えてない。
ティターンズはなぜ宇宙でジオンの進行を阻止しないのか、まさかと。つまりティターンズは地球圏に宇宙の連中ジオン軍を入れたいということでしたね。ニューガンダムということです。ニューガンダムだそうです。彼の復帰のきっかけとなればいいかな。うるせえ。シャアはちゃんとササビで戦え。クワトル太陽の百式だ。第三世代モビルスーツ、 iPod ナノかな。第三世代 iPod ナノ、 iPod かな。もうもしかして乗っちゃう？ゼータガンダムに。ああ、カミーユ君、アザラシ君、君たちのこれからのことだが。偉そう、服着替えてる。なぜ戦うんです？ティターンズが暴走を始めたからという答えでは不服かね。はい、シャーズナブルという人のことを知っているか。うるせえ、うるせえ、この非戦闘要員がペチャクチャペチャクチャとおしゃべりよ。非戦闘要員がうるさいな。あんた白っ子に落とされてもう戦えない体だろ。そして誰が何のために僕を利用しているのか、それ確かめたいんです。後悔はしないな。了解した。我々エウゴは君たちを歓迎する。はいはい。ファ元気で。なんならファー連れて行こうぜ。レコアより信用できる。絶対レコア後々敵になるんだからっていうな。それさ、知らなかったら面白いんだろうな。知ってるからさ、レコアがさ仲間じゃないってことは死後をするな。モビルスーツの整備を30分以内に終わらせろとかさ、うるせえよ。そんなさ適当な整備でさ戦場に駆り立たさせるなよ。ちゃんと整備させて。あ、もう戦うのね。戦闘第一種配置。そっか、そんなもんか。死神と呼ばれた G、 もうデスサイズしか思い浮かばんけど、デスサイズもこんな段階出てくんのかな。ガンダムデスサイズ、ディオが百式出とるのー。ザンジバルということはシーマかな。おお、ザビ家の人間は戦犯として処刑されたと聞きました。へえ、影武者。ほう、完全に壊滅したわけじゃない。ティターンズってのはジオン残党の相当な任務なんだろう。じゃあなんであの命は仲良くなるんだだよね。なるほど、そういうことか。ジオンの早すぎる地球系への帰還、ティターンズが裏で絡んでいたのか。水と油の彼らが手を結ぶ理由、それが地球にあるということ。うん、エウゴだと。やかましい。うん。一年戦争の悲劇って何なんだろうな。一年しか戦ってない上に、急に現れたマクロス級戦艦によって。どっちだけみたいな感じで終わった悲劇の悲劇もクソもないような気がするな。あのカミーユという小僧にはな、コロニーの聴取ジオンとの接触、私一体何をしてるっていうの。でもエマ注意あれだろ、地球人でしょ。さあ慎重に選ぶぞ。こんな感じで4号が大事だな。こうだからいいか。よし、おいしすぎる。いやー、このクワトロを使えない。百式に乗ったメガバズーカランチャーも使いたいというのに。しゃあない。もうこれも戦艦無双まであるね。最悪もう戦艦無双で。使わんよ。ほんまに使わんよ、百式は。アポジモーターつけとるから
カミーユが早い。でまったり上げていく。スパロボってやっぱね、見てるよりも、見てるよりもやってる方がちょっと言えねえな。ジェリド、どうしよう。63歩当たりそう。あった、打ってみるか。答えろ。まあ正直スパロボやるのもめんどくせえよな。見ときたいっていうのもあるかもしれん。そういう需要に応えていこう。もうスパロボやるのすらめんどくせえっていう人の需要に応えていこう。うわぁ、何こいつ。あっぶねえ。切れすぎでしょ。切れすぎでしょ、神。なんか機体がちょうど同じぐらいの性能ってのが面白いな。向こうの方がめちゃめちゃ攻撃力あって防御力もあってっていうのがスパロボだと思ってた。そうじゃないんですね。エマ注意。説得できんのか、エマ注意は。てててん、前に出るから、前に出るから、避けてくれカミーユ。当たる。持たねえ。持たないよ。それに当たるか。ビーム貫通してほしいんだけどな。吸い込まれているから機体の中に。なんかちょっと違和感が残るわ。なんとか耐えたな。なんとか耐えたな、カミーユ。さあ、ここから慎重に駒を進めていかないと大怪我する。うわ、全然回復しねえ。じゃあ、信頼持ってるやつは、作成新検索、信頼持ち一人いるな。ブライト使えるか。じゃあ、ここでこれを。信頼使わなかった俺。信頼、あ、信頼今2000固定値回復か。あんまり好きな信頼じゃないな。エマ注意は説得できる。あ、説得できる。よりによって順を自粛すると。それでも連邦軍の軍人かよ。ね、あっさり、ベリーあっさりですね。ベリーベリーあっさり。集中。きつ。エマ注意が説得できるんだったら戦う必要なかっただろう。バカなのか俺は。バカ。戦うぞ。いやー厳しくなってきたな、スパロボが。その死んだら使わない縛りが効いてきてる。ひりつくね。ちょっと緩めな多分アルファだけど。うわぁ、岩石の中に挟まれてるし、ガクリコンじゃん、こいつ。ガクリコンじゃん。油断すると死ぬ。ナイス。間合いが甘い。ガクリコンどうするかな。集中しといしてるな。メガ粒子砲撃っとくか。これで撃って倒せ。倒せはしないだろう。むしろ倒してもらうと困る。ある程度のとこまで行って、でヒュッケバインで努力して倒して、なんか何かしら精神コマンド覚えてもらおう。強そうだな。1900くらい
カルで残り33。ウリコン、パイロット運転下手くそね。いい回避の仕方をする。ああいう回避の仕方はあの普通のスパロボにはできん回避の仕方だよな。上に行って避けるっていうの、奥かぐらいしかないもんな、選択肢が。避ける選択肢が倒せるかな、倒せそうだな、下手したら倒せそうだな。この辺倒しとこう、この辺行っとこう。倒せるけどあえて倒さない、倒すのは主人公で行こう。捨て駒ロベルト、アポリだった。音がいいよね、音がいいけど宇宙空間。少しはできるな。少しどころではない、アポリ。少しどころではない。これも避けたら大したもんよ。当たった。あんまり効かない。いいですね、いいですね。てんてん、頼みますよ。努力、あえてのバルカンで倒すよ。 98% だし、ツインバルカン、バールカン。行くよ。声が女なんじゃ、女と思えば楽しめるのか。言ったでしょ、なんで目障りなんだよ。どうなっとん、計算式はどうなっとん。それは避けられた。声が女なんじゃ、避けられた。なんで今、あ、いらないわ、いらないいらない。おしゃべり、めちゃくちゃおしゃべりさんがそんなあそこの中にいるだけだった。ハイパーバズーカー撃つ意味よ。これしかないのね、これしかないのね。しょうがない、集中したよな、神。集中したような気がするけどな。あれ、神優、貴様、会話している戦闘中に意思疎通をして。当たるな、まだ当たるな、マーク2カミーユ。ジェリドか、当たるし外れる。本当はヒュッケバインの努力で落としたかったが、仕方がない、やむを得ない、やむを得ない。なんかカミーユの名前すごい呼ばれてる。当たるけ、なんでそんな当たんなくちゃいけないんだ。こちら、こちらカミーユさんだぞ。たくさんバズーカ、ちょっとかっこいいね、ちょっと。アメリアそれは大気圏突入してる時に叫ぶセリフですわ。アメリアって、そんなん言う前に脱出しろ。もうシュート防御レベル2、16% なら当たらんでしょう。さすがに、さすがに当たらんでしょう。テキテキテキテン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 、受けてくれよ。当たったらもしかしたら死ぬんかな。1211しかねえけど。クリティカルぐらい出してくれてもいいんだよ。ドーンと。
せちがれ。せちがらいな。クリティカル出して残り19残るとか、なんかせちがらい、せちがらいなって感じがする。せちがらいな、せちがらいな。ガンダムマーク2、これで2機いるんかな。エマのガンダムマーク2、エマ注意のガンダムマーク2と、カミーユの奪ったガンダムマーク2で、エウゴには2機のガンダムマーク2が、3機あったうち2機がエウゴにあるんだったら、黒いのに乗れるのはジェリドだけ。実際その辺さ、ゼータガンダムのアニメの作中内ではどういう風に表現されてるんだろう。ちゃんとこのガンダムマーク2が、つまりジェリドが乗ったガンダムマーク2とかがさ、誰かによって倒されないと、壊れたらもうその機体なくなるじゃん、作られなくなるじゃん。3機あったうちの1機がなくなって、もう1機がなくなってみたいな、そういう風な描写とかあんのかな。使われたり使われなかったりね。これさ、クリティカル出たら一発死ぬんじゃ、沈められるんじゃないだろうか、カミーユの一発芸で。でも少なくともガンダムマーク2、1機はダブルゼータまで残るよな。LBR のが使うまで残るよね。避ける避ける、見える、見えてもらわには困る。ニュータイプだろうが、神ゆ、うん、女キャラ縛りをしようかとか一瞬思ってたけど、もしもそれしてたらずっとレコを扱ってるんだよな、きっとな。それはつらいよ、ずっとレコアはきついよな。レコア短期、さすがにちょっときついもんがあると思う。動画的にもきついもんがあると思う。すんげえ戦ってるな、カミーユ。慣れてくるでしょ、なんかこの 3D のさ、カクカクして動かないやつも。この時もさ、少しちょっと動いてくれりゃいいんだよな。避けた後さ、ふわっとこう、この時ももう微動だのもしない、そののっぺり立ってるから、それがよくねえんだよ。だけどまあ慣れてくるよね、だんだんとね。クリティカル来い、来ない。あとクリティカルのあのエフェクトをもうちょっと大きくしてほしいな、個人的に。要望で、要望が効くなら。カミーユ無双、カミーユ一人で何体の敵を、しかももしかしたら一発当たったら死ぬかもしれないっていう、そういう状況下で。目が青色なんだね、ティターンズのモビルスーツは。それはあれなのかな、特徴なのかな。ザクとかは赤だよね。だからモノアイの色によってティターンズが、なんだろう、完全にジオン系ではないよという証拠なのかな。倒してくれ、クリティカルが出て倒してくれ。なんか来る、あ、デスサイズ、ここで、あいつも激怒しろ。俺の機体がガンダムと知ってても、知っても攻撃を仕掛けてくるか。だが相手が悪かったな。死ぬぜ。俺の姿を見た者はみんな死んじまうぞ。ディオの声だ。ディオの声をしている。あ、これ勝手に動くやつか。本当ならここでセーブしたいけどな、一旦。それをしてはおし。あ、集中かけてなかったのか。道理で当たんねえわけだよ。道理で当たんねえわけだよ。信頼。これでもう100人力ですわ。回復してから死んだやつよかったな。ここも暗所中域？ OK。ちょっと悩ましいけど。78%。78%。本当はここ当てて 11% 行きたいけど。ハイパーバズーカー使うぐらいだと、ビームライフ、ハイパーバズーカーを当てる。
ああ、拡散バズーカこういう射程なのか、こういうあれなのか。今回は使えないな。ハイパーバズーカを当てていく。うん。うん。あえてのバルカンで沈める。ここが暗所中域だから、バルカンでここを仕留めて、ビームライフルでズババババ。あ、そうか、ビームライフル使う。まあいいや、バルカンで十分だろう、これなら。うんうん、ちょうどいい。バルカン、あ、それやって失敗したんか、さっきヒュッケバインでそれやろうとして失敗したんだった。やれなかったのに。だだ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 だ。あ、もう26分取ってる。恐ろしい。なんだと。なんだと。強。バルカン強っていうか、カミーユが強くなってる。そうだ、なんか育成するシステムといえば、そういえば。第2次とか第3次とかのアルファにもなかったっけ。なんかあの、めっちゃくさめんどくさいやつ。めちゃくちゃめんどくさいやつ。いちいちなんかこう、倒した敵のあれによって、ポイントが割り振られていって、それで、なんか、なんだっけ。その、技能とか覚えていったり、切り払いとかさ、あの、ステータスとかも上げていくやつ。声がおもろいじゃん。そんなんあったよね、アルファと第2次ぐらいかな。上げていくやつ自分でステータス割り振っていって、あれめんどくさす、あれめんどくさいよな。あそこまでくる、うん、させてほしいわけじゃないっていうかさ、あれめんどくさかったよね。第2次か第3次かあたりであったやつ、あったやり方のやつ。よし、オッケー、もうあといいわ。あとは良い、あとは良い。これ大事だな。これ当たるか当たらんが大事。できれば当てたい。あー、しまった。ビームライフルにすればよかったんか。な？まあいい。ハイパーバズーカーで1700ぐらい食らわせてくれれば十分。そう簡単に。でりりりりりりり。切れてる。あ、結局ビームライフル撃ってんじゃん。ハイパーバズーカ撃つもんだと思ってた。よし、いいじゃない、いいじゃない、カミーユさん、いいです。そのダメージはいい。何しに来たんだよ、ティオは一体。貴様もよくか、ティターンズの敵だってことは確か。Just by be communication. I w a せない。あ、重い。割とギリだな。届かねんだよ。温めるようにだ。ダッシュ、ダッシュ。ダンダンダダン、ダッシュダッシュ、ダンダンダダン、スクランブルー、ダダダダッシュ。ひたすら射撃ばっかり使ってるけど、射撃が少しはかっこいいな。やっぱマラサイの今のビームサーベルの抜き方かっこいい。声が女なんじゃ。声がショタなんじゃん。ちった男らしい声出せ。僕だってやるときやるんだ。うるせえよ。なんだ。いいですね。いいけど、本当は神湯に倒させてあげたかった。このキレキレの神湯に。今回キレキレの神湯さんに。
ああ、こっち来るのかい。まあいいけど、ボタンライフ使うからいいけど。でん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 。これでとどめだ。主人公がさ、精神コマンド努力しかないのどうなの。なんかあの、おお、おお、何そのペラペラの。 G ウォール発動。 G ウォール、グラビティウォールって言った方が、もうグラビティっていうのを G で一時に訳すほど。グラビティ言いにくいかな。貫通してほしいよな。なんとなくビームだからさ、ビシッと貫通してほしいよな。受け取られるとなんかドッジボールかなって感じがまあしないけど、貫通してほしい、欲しさがある。さあビームサイズだな。しかもあのヘルガンダムデスサイズ、ヘルでもないし、ヘルカスタムでもないね。スノデスサイズだ。かっこいいな。かっこいいな、やっぱデスサイズは。行くぜ。かっこいいな。でも攻撃がダッセー。だったら姿見せなくて。姿見せなくて真っ暗にしてビシュッとこう一瞬線が入るだけとかの方がまだかっこいいんじゃないか。どこに今撃つところがあったんだ。死ぬぞ。そしてデスサイズってビームコーティングあったっけ。これ死ぬぞデスサイズ。勝手に分身とビームコーティングがあるけど、作戦目的。あ、一応デスサイズが死んでもそこでシナリオは終了にはならないか。だがまあ一応倒しておきますかね。炎のライフルで 78%。 その前にちょっと能力見るか。ほら、え、そうだったっけ。射撃の上だよね。だったよね、初めから。だったかな。ん？射撃と、まあ、射撃と格闘の差がね、2に開いてるっていうことかな。かな？声が女なんじゃ。よし、いい感じ。いい感じ。あれね、集中さえ覚えてたらな、もうちょっと使いいのにな。あと体力がもう少しある。ヒュッケバインの HP が低い。おー、ええけどさ、精神コマンドがなんかなんとかならんのかこいつは。あ、射撃の差が開いてる。カミーユに合わせるビームライフル26%。当たると死ぬぞな。当たると死ぬよ。集中した方がいいと思うな。次のターンの受け攻めも考えたら。よし。バスク。あ、時間がもう34分。長い。1マップが長くなってきたぞ。どれぐらい効かねー、効かねー。生かして返すな、生かして返すな。大丈夫、当たらないから。いや、かすめただけか。全然被弾してないの。被弾とかって撤退してくれ、撤退してくれ。これ以上無益な戦いをするのやめよう。これ以上戦ってもいいことは何もないよ。
俺の捨て駒出しとく、捨て駒。よし。ああ、デスサイズ狙う。デスサイズ落ちるんじゃねえかな、下手すると。勝手に動いちゃってくれちゃってっけどもよ。下手するとデスサイズ落ちるぞ、これ。コミュニケーション、ああ、打たれながらだ。色褪せない、熱い想い、この土壌で伝えたいよかな。うかつに俺に近づくやつはギリギリだよか、ギリギリ。体力945で威張ってるやつのセリフじゃね。これで大してきた。耐えせる、倒せるビジョンも全くわかんし、ただ早く引いてほしい。ただ早く引いてほしい。撤退してほしい、バスクには。これでデスサイズも落とされた日にはな、バスクの気力が上がるだけだからな。2万。もう1600ぐらいしか食らうんじゃないか。あ、まあ1766は食らってる。当たれば死ぬ。ほんまにかっこ悪い。でもこれはいいでしょ。ディオ使わない縛り、うんぬんかんぬん言うのは。使ってないでしょ、俺が。これは許して。これは許して。俺が使ってない。あいつは勝手に死んだんだ。ディオが勝手に死んだので許してほしい。気力123になっとるんじゃ。普通に強敵じゃこりゃ。どうすっかなこれ。長えな。もう40分か。50分超えの動画になりますね、これは。適度にカット編集。いや、入れない。いや、入れない。いや、カット編集は入れない。あえて入れない。細っ。2000ぐらい聞いとったのがもう2000聞かなくなってるもの。ディオのせいで。当たるかよ。ディオのせいで当たらんなっとるもん。あれが無駄に敵にしまう。おお、よかった。やっと終わった。あんな雑魚は置いていけ。捨ておけ、あんな雑魚は。密約あるな。ボロボロの機体で乗り込んできやがった。いや、もうディオも使う前、ディオも使う前、仲間になる前から落ちたようなやつを仲間にしてもしょうがない。こんなの戦力にならんということで、ディオも使うんじゃないでいきましょう。クワトロはね、もう負傷してるから、手足負傷してると考えておこう。右手あたりが多少切り落とされてると考えておこう。右足ぐらい、落とされた時にね、やられたと。なんて趣味的な姿だ。こんなガンダムが軍以外で開発されてるとは。汎用性には欠けている。君がパイロットか。手出し無用だ。
まあ、ウィングガンダムの機体は全部自分たちでセーブしてるけど、実際セーブできるもんなのかね、パイロットに。エマさんはいい人です。レクア少尉を監視としてつけさせてもらう。ではレクア少尉頼む。この辺のシャアの見る目のなさよな。まあ、レクアがもう敵だと初めからもう分かってるから、レクアが敵だと睨んでるからこんな感じだけど、シャアアズナブルらしき人物を確認。監視両監視体制。おお、9500円しかないほいじゃま、こんなところで、こんなところですね。長い動画でしたね。40分もダラダラとやってた。この熟練度ってのは主人公の熟練度なのかな。ようわからんけど溜まっていきよう。ようわからんけど溜まっていきよう。ほいじゃま、こんなところで、次回、パート5でお会いしましょう。ほんなまた。